ドラマ CD 幼なじみじゃ我慢できない第3巻「寄せ合う未来版」ただいまおかえり青も一緒に帰ってきたじゃん隣からな今日何して過ごしたの おやすみちょっと駅前ブラブラしてきたけど電気悪いしすぐ帰ってきたそっか梅雨入りしたもんね仕事帰りの匂いだなえ外の匂いするんあごめん臭い <laughs> 違う違うない逆に俺が帰ってきた時とかさ知らない匂いだなってああそれそれ まだちょっと慣れないなって <laughs> そのうち慣れてくんだろうなこういうの <laughs> あっョリちゃんからカレーもらったけど食べる食べるオッケーじゃあ風呂入ってこいよ温めとくからうん俺 寂しいなんて、青から一言も聞いてない。待って、なんでり太が知ってんのコウさんに聞いた。俺が相談したのはジュリちゃんで、コウさんには。けど俺にも話してない。俺と青のことなのに、なんで人から聞かされなきゃいけないのあの時俺、もう少し甘えて欲しかったって言ったよね。 そもそも青が最初から俺に話してくれてたら言ってどうすんだよ <laughs> 俺が俺がそんなんで頑張ってるお前の邪魔できるかよ寂しいからって仕事より俺のこと構ってとか言えばよかったのかそう思ってたならバカじゃねえのお前絶対俺のこと優先すんじゃんだから言わなかったんだろ邪魔したくねえから俺はそんなこと思うわけ <laughs> 俺が思うんだよ 何年俺のこと見てきてんだよなんでじゃあ、聞かなければよかった後から知る方がしんどいって。そう言ったのは青じゃん。<laughs> 俺には教えてくれないのに。<laughs> ちょっとお互い。 頭冷やそう寂しいだけじゃなくてさ朝ネクタイ締めてスーツ着て出てく亮太見るとなんていうかすげえ社会人って感じでお前だけ先に大人になってくみたいで。 ずっと俺の隣で同じ景色を見てたりょの世界が広がった。いいことだろ。俺だって応援してたはず。なんか、どっか焦ってて。青。そのまま聞いて。それなのに。今は顔見られたくない。応援してるけど。 応援しきれてない自分もいて。あの夜、子供みたいなダダをこねるりょに、どこか安心してる自分がいて、ゾッとした。お前のためとか聞こえがいいこと言ったけどさ、本当はそんなんじゃなくて、ただわがまま言って嫌われたくないだけっていう。 俺の勝手な <laughs> おお,おいなるわけないずっとそれが聞きたかった <laughs> 青はさ誰かの手を引くのに慣れすぎてるんだよその手にずっと甘えてた俺が言えることじゃないけど 甘えていいようん甘えてほしい弱ってるとこも青自身が醜いなって思うとこも全部全部ひっくるめて好きでいられる自信あるから俺俺の前では背伸びしないで。 ドラマ CD 幼なじみじゃ我慢できない第三巻「寄せ合う未来版」。